3、2、1、0。今日も楽しいビデオデータ始まるよ。7月の5日、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いできるように頑張ってます。今日も昆布で切る。もうすぐ七夕、皆さん七夕飾り用意してますか？願い事を書いた短冊を笹に吊るす。そうすると天から思いがけない幸運が降ってくる。それって七夕じゃないの？そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。出産内祝いのご注文多数、出産内祝いはお任せください。今日は塩とろ昆布をいろんなものにかけてみました。ポトフにトッピング、野菜がとっても美味しくなります。ちゃんぽんにトッピング、そして豚しゃぶにトッピング、いずれも汁の味わいがとても深くなります。塩とろ昆布トッピング、やってみませんか？店長まっちゃん、仕事が乗ってくると神が降りてきたが口癖。神も降りてきたらいいのにね。